にゃ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 にそう。でもね、結構日陰多いですよ。で、今、ここ僕たちがいるところが、はい、品川区民公園。はいはい。なんとここね、見てください。これ下、木なんですよ、ほとんど。そうなんです。足に優しい。バハリンみたい。そう。あれ優しい。はい、しゃい。マザーテールさんみたい。えらい。ここは、立ち合い川からもうすぐ近くのところ。はい。でね、ここダウンにもいいですよ。下が土だからさ、そうなんですよ。足に優しいし、で日陰多いから、で、これさっき測ったら、一周 1.2 キロぐらいかな。ちょっとね、ダッシュするにはね、うん、ちょっとデコボコしてて、まあ黒缶コースですよね。はい。ちょっと緩い黒缶コースですけども。これまで出ますか。あの、工藤官九郎さんが。うん。工藤官九郎さんやな。うっせばっかりですよ、やろ。工藤官やん。工藤官さんやん。こっち工藤官やん。僕もいいですか。はい。僕も映っていいですか。いや、いや、あの、素人の人はダメなんです。すいません。じゃあ、すいませんでした。はい。おい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 一応芸人です。あ、一応、いや、はい。あ、僕も一応芸人です。すいませんでした。ここね、ダウンとかにいいですよね。で、あとね、まあ、ジョギングもいいし、はい、ダッシュしてもいいけど、ちょっとね、歩いてる方とかもいるんで、ね、邪魔にならない程度ね。そうですね。人が来たらマスクして。はい。でも本当に足に優しいんで、道具とかにね。そう。ちょっと今日はこう、ゆっくり気分転換したいなって時には、僕いいと思います。そう、下がね、土だから。はい。足優しい。うん。全然夏は本当この木漏れ日が本当心地いいですね。全然ね、今ランナーの人もいたしね。はい。はい、ここは品川区民公園コース。一周 1.2 キロぐらいかな。今日は、ここから野球もしてます。お、これ何ですか？巨人対阪神ですね。巨人の違う、あれオリンピックじゃないの？あ、オリンピックだ。うん。これ日本対、はい。日本対キリン組さんがやってます。え？日本対キリン組さん。暑いんだからですね。めちゃくちゃお前は。キリン組さんやってますよ。キリン組さんがなんと日本代表に10点リードしてます。いや、キリン組強っ。はい。どこらにある国なんですか。キリン組さんはね、あの品川区にあるんで、あの品川、品川区って日本じゃねえかよ。バッはーい、というわけでね、今日もやってますけども、ちょっと落ち込めよ、お前は。走りましょう、ネムさん。はい。ということでね、ここのね、コース、はい、こういううるさい人たちはね、あんましませんし、でも本当に昼1時ですよ、今。はい。こんなに日陰もあって、しかも土でランナーに優しいコースなんで、はい、ぜひここも、立川駅から、およそ500メートルないかな。ここね、でね、間に区民プールとか、野球場とか、あと子供広場とかね。そう、子供広場がすごいの。子供をね、遊ばして、で、その間に、ここでね、はい、親を走るとかね、そういうのでもね、はい、いいと思いますんで、ぜひお越しください。はい、で、まっすぐ行くと、なんと、品川水族館がありますから。おー！品川水族館っていうと、あれがいますよ。なんでしょう？ネスコのネッシーがいますよ。バーッということで皆さん、こういう大人にはならないようにしてください。今回は、品川区民公園からお届けいたしました。恐竜でーす！キューサンキュー！いや、ヨーンキュー！いや、ごめーん！ごめんごめんご？いや、めんご！どうも、ありがとうございました。にゃ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 に